島の戦に打ち破れ、終われ終われし平家の一門、船地重ねて西国は長と壇の裏にぞ落ちにける。ここに平家の総帥重忠納言知盛卿は主上の今すご座船に乗り移りてぞ申されけるぬるかないやこの戦、ここにて平一門が滅ぶとも無念なれど生もなしと最後の言葉のたまえば、二の局は兼ねてより覚悟の表静かにて この時安徳天皇は幼き心に不信を抱かれ、甘いを我を倍ず方へ連れ行かうとするぞと説いたも、なんだしとどにむせびつつ、君は今万丈の主と生まれさせたなれども、悪縁に惹かれてご結びに突き刺せたまえ、極楽浄土に連れ参らせそうと泣く泣く帝に申されければ帝は山場と色の
よき涙の露宿し、二の局の湯桃に、もみじの手をも合わせたまい。東の空を拝れて西に向かいて、お念仏あえしかば。時遅れてあっと二の局、波の下にも都のありてそろぞと、鳩をめがけて船べりより、衆生もろとも身を踊らせ、千尋の底へぞ。Yeah.